頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そうな。明日の朝だ。じゃあな。はい。仕事どうだった？なんでまだ起きてるんだ。しまった、何時？とっくに寝る時間だろう。まだ今日でしょ。ああ疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？誕生日でしょ。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。気に入った？サラ、これすごくいいけど動いてないぞ。ほら。え、嘘嘘嘘。もうバーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ売りさばいて儲けたの。そうか。じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。おやすみ。愛してるよ。もしもし。サラ、頼む。パパをすぐ呼んできてくれ。トミおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。トミおじさん、もしもし。何だったの？通じない。あ、しまった。あげるの忘れてた。ここなの？広がっている病原菌の感染に関係しているようです。どこにいるのよ。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。全員退避しろ。ガスバルだ、急げ。ただ
ろで何か動きがあって。早く逃げるんだ。何をやってる。何なの。何が起きてるの？パパの電話。着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ。すぐに行く。どこにいるの？あ、パパ。サラ、大丈夫か？うん。誰かここに来たか？うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ、怖がらせないでよ。どうしたの？ジミーの一家だ。様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？くそ、ジミー。パパ。サラ、来い。大丈夫。ジミー、警告だぞ。やめろ。行くぞ、こっちだ。撃ったの？サラ、今朝会ったのに。聞いてくれ、何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか？うん。トミー、さあ行こう。分かった。どこにいたんだ。何が起きてるか分かるか。ちょっと待ってな。なんだおい、血だらけじゃないか。俺のじゃない、出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。そこ出してくれ。血液か何かだし。何があったんだ。後でだ。おい、サラ、大丈夫かい？大丈夫。ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。携帯もダメ、ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた？兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号。そうだ。何人死んでるの？たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人もいたって。ああ悪い。たく、なんでこんなことが。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。それが東海岸と西海岸。おい、あれはルイスの農場だ。奴は大丈夫さ。私たちも病気？いや、病気じゃない。本当に？町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの？ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。うん。おい、人がいる。何をするつもりだ。無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。おい、走るんだ、トミー。止まって。
何なの？トミー！トミー！早くぞ！あれは何なんだ？見たか？いや、見たよ！なんてこった！曲がれ！曲がるんだ！副将、みんな動けよ！何から逃げてるの？やってるだ！うわここで止まるな、ソミー！ここは抜けられないって、兄貴！じゃあバックしろ！後ろから来てる！その隙間だ！捕まれ！行け！折れたみたいで。顔動くな。分かった。俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見。どうしますか。パパ、トミーおじさんは。まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ。しかし、了解。頼む。ひどい目にあったんだ。とりあえず。くそ。やめてくれ。まずい。
サラ、サラ、手をどけて。大丈夫、大丈夫。絶対に助かるから、しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛い、痛いよな。頑張ってくれ、頼む、大丈夫だ、大丈夫。サラ、サラ、嘘だろ、ダメだ、ダメだ、頼む、そんなと言ってくれ、頼む、ダメだ、神様、神様、どうして、頼む、頼む、行かないでくれ、頼む。これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し、すごい数の死体が道路に並べられてた。 WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動を取る。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがファイアフライです。今行く。ご機嫌は？飲む？ああ、いや、いらない。面白い情報があるの。どこにいたんだ？ウエストエンド地区よ。運ぶものがあったでしょ。二人でな。二人で運ぶはずだった。でもあなた一人になりたいって言ってたじゃない。当ててやろうか。取引は失敗、客は薬を奪って逃げた。取引は無事に済んだわ。このカードで2ヶ月は食べていける。その傷はどうした？戻ってくる途中でバカな二人組にちょっとやられただけよ。何発か食らっちゃったけど無事だからいいじゃない。よこせ。バカな二人組はどこだ？さあね。どこの奴らなんだ？ただのバカよ。問題はあいつらを雇ったのがロバートの野郎だったってこと。あのロバートか？こっちに感づいたのよ。捕まる前に殺そうってわけ。ずる賢い野郎だ。そうでもないわ。隠れ家が分かった。本当か？どこだ？ミッションヒルの古い倉庫。今のところはだけどね。それで十分だ。行こう。ええ、いいわよ。チェックポイント5はまだ空いてる。外出禁止まで残り数時間だ。じゃあ急ぎましょう。おい、本当か？今朝、招集令状が来た。町の外での作業に選ばれたのよ。最悪だな。そういう作業は兵士がやるもんだろう。その言葉伝えとくね。
の皆さん、常に有効な身分証明書を携帯してください。本規則の遵守は全市民の義務です。あれ見て、配給の行列ができてる。物資が足りないのよ。床に伏せろ。分かった。悪いことはしてない。両手を頭の上にやれ。よし、ちゃんだ。感染者が増えたみたい。外へ出る奴が増えたみたい。おい、ワーク、知らないのか。配給カードを偽造して捕まった。なんてことか。どうなった。どうなった。人事された書類はちゃんと問題なく取れるはず。聞いた話じゃ並べられ冷静に。よし、通過しろ。身分証明、要件は何だ。休暇だ。友人の訪問。よし、通っていいぞ。どうも。書類がちゃんと手当てして。もう検問所は通れない。外を回っていかないとダメ。壁の外。それともロバートを見逃す。バカな。おい、テス、あれを見たか。近くでね。東のトンネルはどう。大丈夫だ。さっき言ったよ、誰もいない。どこ行くんだ。ロバートのようなの。君も。他に誰が。ああ、マーリンがロバートのことを探し回ってた。マーリン。ファイアフライがロバートに何のよ。俺が知るか。どんな情報をあげたの。何も。ロバートの居場所は知らん。よかった。ねえ、気をつけて。軍もじきに動くみたいよ。ああ、またな。マーリーンがロバート。どういうこと。わからん。だが急いでロバートを見つけないと。着いたわ。よう、調子はどうだ。どこも物騒ね。こっちはどう。静かだ。軍も感染者もいない。安心したわ。ジョエル、手伝って。無茶はするなよ。ああ、もうひどい状態ね。ここもきちんと管理してほしい。光あれ。準備しましょう。荷物は前と同じ場所よ。弾が少ないな。全部当てればいいでしょ。
じゃあ行きましょう。持ち上げて。行くわよ。ではどうぞ。気をつけてる。そうだな。はしごはどこ？この近くにあったはずだ。向こうも調べてみて。あったぞ。よし、持ってきて。レディーファーストか。レディー？私のことじゃないわね。そんなことないさ。こっちよ。降ります。